皆様こんにちは。超人的シェアハウスストーリーカリスマです。え、カリスマをまだ勉強してない？ご安心を。今回は特別に全ての人間を正しきへ導くこの理解お兄さんがたった5分で説明して差し上げます。超人的シェアハウスストーリーカリスマは昨年2021年の10月から始まりまして、7人のカリスマによるカリスマハウスでの共同生活の様子をお届けしています。住人は私秩序のカリスマ草薙理解、慈愛のカリスマ寺、服従のカリスマ本橋伊織、反発のカリスマ猿川圭、聖のカリスマ天童天彦、内閥のカリスマ港王政、聖者のカリスマ伊藤文也の7人。それぞれのカリスマを簡単にご紹介します。まずは慈愛のカリスマ寺。寺さんはとにかく自分のことが大好き。鏡に映る自分の姿に見とれて身動きが取れなくなり、よく鼻血を流しています。美しくとても花がある御人ですが、何せ自分にしか興味がないので、雪山で遭難した餓死寸前の私たちに向かって焼肉屋の最後にもらう謎のガムしかくれませんでした。この世は自分を中心に回っている。そうどうかしている。続いて服従のカリスマ本橋伊織。伊織さんはハウスの炊事、洗濯、掃除、家事全般をたった一人で担当。非常に助かる存在なのですが、深マニアなのでメッシ貢献奉仕というちょっと怖いスローガンを掲げ、私たちに奴隷契約なるものを強制的に結ばせようとしてくる強めの奴隷さん。ちなみに本人曰く M なわけじゃないそうです。次は反発のカリスマ猿川圭。反抗期の小猿、何にでも反発するので相手にするのが面倒くさいし、外でしょっちゅう喧嘩をして怪我をして帰ってきたり、まあとにかく手のかかる悪ガキです。普段どんな連中と付き合っているんだ、心配かけやがって。でもご安心を、理解お兄さんがちゃんとしつけます。まあでも変に仲間思いな、いい部分もちょっとだけはありそうですけどね。お次は聖のカリスマ天童天彦。天彦さんは最年長で、そのご職業はワールドセクシーアンバサダー、世界セクシー大使。よくわかりません。日々の行動も戸惑うことばかり。人がお風呂に入っていると途中から一緒に入ってきたり、服を脱いでポールダンスを踊ったり、理解不能。ただ私の知らない世界をたくさんご存知な賢明なお方で、私は敬意を込めて天彦先生と呼ばせてもらっています。続いて内閥のカリスマ港王政。王政くんはなぜかご自身のことが大嫌いなようで、自分で自分のことをクソ吉、ゴミ、腐った肉塊などと別称で呼びつけ、少し目を離すとすぐ死のうとします。一緒に住んでてなかなかの緊張感。しかしとても素敵な趣味をお持ちで、ハンドメイドで何でも作ってしまい、センスも抜群、稀な才能の持ち主。私は彼を応援しています。次は聖者のカリスマ伊藤文也。最年少の19歳。実は私たち6人をこの家に集めたのは彼で、何を考えているのかよく読めない一番謎の多い人物。若さからでしょうか、善悪の弁がどうもパカパカしていて、平気で悪事に手を染めそうな危うさを持っています。口癖はダメ。なんで？いや、ダメなもんはダメだぞ伊藤文也。甘いものが大好き。さあ、しんがりを務めるのは私、ハウスの風紀委員、人類のリーダー、頼れるお兄さん、秩序のカリスマ草薙理解。起床は朝5時、夜9時にはインオフテン、身だしなみ、言葉遣い、手洗い、うがい、すべて完璧な人類の鏡。私がいれば秩序イズオールグリーン。窓を開けて外に向かって叫びます。正しいこと最高。悪は許さない、死刑です。とまあこのような感じで、一人の常識人とどうかしている6人の共同生活なのですが、さあここからが大事なポイントですよ。ちゃんとメモしてテストに出るよ。超人的シェアハウスストーリーカリスマ、その一番の特徴は、7人のカリスマがシェアハウス生活を送る中でカリスマチャージをどんどん貯めていき、やがて臨界点に達するとカリスマブレイクして変身して歌を歌います。やったー、すごい、かっこいい、斬新、気になる。以上、これがカリスマ。え、よくわからない。
わからなくていいんです。だってこっちはカリスマだもん。まあ皆さん日々お忙しいでしょうから、お暇な時にちょっと気が向いたら私たちの家を覗いてみてください。全力でお迎えしますので。あ、そうだ、ファーストアルバムはもうリリースされていますので、よかったらチェックしてね。さあ怖がらずに飛び込もう。レッツカリスマ、イエイ。